美術館が位置するブダ城ハンガリー国立美術館とは1957年に設立されたハンガリーの国立美術館であり首都ブダペストのブダ地区にあるブダ城内に位置している。その収蔵する分野はハンガリー美術全体に及び19世紀から20世紀にかけてパリ等の西洋で活躍したハンガリー美術家のものも多く含まれている。ピラトの前のキリスト ムンカーチミハーイ作、1881年半門様のポルカのローブを着る女性、リップルローナイヨージェフ作、1889年、国立美術館は中世、ルネサンス、ゴシック、バロック、ルネサンス式ハンガリー美術の作品を収蔵している。その中には15世紀の木製祭壇も存在する。その展示の中には、アレクシー・カーロイ、マウリス、アスカロン、ボル・ショシュ、 ミクローシュ、ドナースギュラ、ファドルスヤーノシュ、フェレンチベイニ、フェレンツィ、イシュトバーン、イジョミクローシュ等のマジャル人彫刻家の作品が見られる。また、ブラッシャイやマルトン・エルビン等の画家、写真家のものも収められている。美術家では、ムンカーチ・ミハーイやパール・ラースローのものが収められている。その他、マルコ・カーロイ、ボルショシュ、ヨージェフ、バラバシュ、ミクローシュ、 セイケイベルタラン、ロッツ・カーロイ、シニエ・メルシェパール、トーク・イシュト・バーン、イバーニ・グランウールド、ベーラ、トントバー・リーチ・バダル・コストカ、リップル・ローナイ・ヨーゼフ、フェレンチ・カーロイ等の作品も収蔵されている。2008年、ブダペスト国立西洋美術館のバーン・ラースローは、展示物が似ている、国立美術館と西洋美術館の合併を提案した。 両者とルートィヒ美術館は20世紀の海外居住のハンガリー美術家の作品の展示に特化している。その後、彼は1800万ユーロを西洋美術館の拡大に投資し、市内に散在したコレクションを統合させようとしたが、2011年2月に拒否された。そして、バーンは政府に1億5000万ユーロを持って新しい建物を二棟作る計画を提出した。 そのうち一つは現代欧州美術、もう一つはハンガリーの写真の胸にし、2017年に完成する予定となっている。2011年11月、文化国務長官の聖地芸座は、アンドラアシドーリ沿いと西洋美術館、ブダペスト私立美術館付近に新しい建物を作る計画を公式に示した。この建物には当美術館の収蔵物が収蔵される予定である。 この計画は、大通り全体を用いるもので、博物館地区計画と呼ばれる。同年12月初頭、2010年から館長を務め、合併に反対であるタークフェレンツはこの過程に対し、はだしく素人的であり、非民主主義で、短絡と発言、2011年末限りで、館長職を辞する意向を表明した。2012年3月5日時点では、 新しい館長は選ばれておらず、代理として聖地ジェルジが務めている。ありがとうございます。